モテのっちゃんね、きれい。俺の好きな、よかった。キャンパー寒くなっちゃったけど、あ、本当だ、日本酒っぽい。面白い。なんか人参だった、嬉しいね。今日寒いからね。いちご、キウイ、文旦、金柑のフルーツですね。ドレッシングはどんな感じですか？ドレッシングはすごいシンプルなビネガー塩コショウだけど、ビネガー塩コショウだから甘さがさ、果物で加わるじゃん。ああ、なるほど。だから私はちょっと蜂蜜とか入れちゃうんだけど、シンプルだからいらないね。甘さが結構あるから。うん、そうなのよ。美味しいね。これでどこ行っちゃう？本当だね。なんか真ん中が果物入ってる。本当すごい美味しいね。いいよ。私ここのオムレツ大好きすぎてさ、熱々だよね。今日寒いからね。じゃあというなんかさ、出汁が染みてるね。チーズ、チーズもね。美味しい。ふわふわね。そうなんだ。すごいね、これ。ひたすらにクリーム。すごい癖があるわけじゃないんだけど。すっきりしてるね。そうなの。独特のなんていうのあるじゃん、カマンベール。なんかそれが和らいでる。なんかさ、すごいカマンベールもめちゃくちゃいろいろ種類があってさ、カマンベールなんかさ、ブルーチーズよりもさらにすごいみたいなのもあるじゃん。あるある、癖や。あれ、そういうの好きな方もさ、すごい好きなんだけどさ、これはすごい食べやすい方だね。美味しい。すごーい。はい、ありがとうございます。芽キャベツもあって。ね、すごいよね。ハマグリと。これ。ハマグリね。そうだね。3月ですから。今日ね。あ、明日か。明日か。明日はひな祭り。ハマグリ。いいっすね。魚も。いただいてね。いいね。いいね。今日はなんかすごい映えるね。映えるって言い方。そうだよね。すごいね。美味しそうスープも。飲んじゃって。本当だ。いいね。パリパリね。サクサク。しゅんちゃんが珍しく白ワイン。美味しかったもん。これね。なんかこう自然の旨味と甘みがすごい。ニヤニヤする。ニヤニヤするね。美味しいよね。ここ本当味付けとか絶妙だよね。本当しょっぱすぎず。でも絶対足りなくないっていうか。卵。しみる。ハマグリ。ハマグリ。名前を呼んじゃった。カブもすごい美味しい。ね、本当そう、本当そういう感じ。そうかもしれない。そんな素敵な話ある。少し時間。好きじゃない？好きだよ。でさ、まーちゃんに。嬉しい。お料理が全部美味しいからさ。すごいよ。いい感じで大人ミート、甘さと苦味、匂いもなんかその茎の匂い、香りが加わってなんか面白い香りしてるよね。美味しいよね。ここは美味しい。なんか、まあ、水のどうしてもちょっと甘めにこう、なるところ、口元がぴょんって上げる感じね。そうそう。ピーって苦いところがくる。大人だな、これ。これ大人になるだけわかんないわけね。大人になったんでしょうか。体だけつける。苦味がピュンピュンって入ってくるのか。まだ食べれちゃう。帰るか。それも食べていいな。さっくり系だ。やっぱりこれ食べたことないな。ないよね。他のもんは全部食べた。シンプル、シンプル。チョコレート感がすごい強くてさっくりね。じゃあ好きなやつだ。チョコレート好きだからね。これもつまみ。つまみ。はい。可愛いの次のあれでしょ。日本の言葉、世界的なつまみ。それうまみだ。でうまみと可愛いとつまみね。すごい硬い。しっかりさっくり系なの。えやろう、俺さ、非力の強い。クリームが合う。これ。これっす。マリアージュなんか知ってる言葉言えと思う。いや今日も幸せですね。本当ですね。ありがとうございます。現場からは以上です。これ。